黒井定次郎昭和12年4月29日は、明治から大正期の日本の海軍軍人、海軍大将、山形県出身。なお、江戸時代中期の米沢藩士、黒井忠氏よりは冒険である。黒池の母大寺は共に丹野町の相当層高く二次。同郷の山下玄太郎や名雲忠和と、同様、米沢藩の藩校をルーツとする、工場館中学より、 海軍兵学校に入学。明治19年、兵学校13期を36人中4位で卒業。同期に、野間口金代大将、土地内宗次郎大将がいる。この期は他にも、中将5名、少将10名を輩出する。練習艦、龍城での訓練を終えて、最新の巡洋艦、高千穂で最初の2年余りを過ごす。明治23年、 イギリスで建造中の巡洋艦、千代田の開港委員に選ばれ、初の海外赴任。帰国後は、解剖艦、武蔵の分隊長を務めて大員に昇進する。明治25年から1年間、海軍大学校校衆5期で研鑽し、軍令部に転属する。軍令部員として、日清戦争に参戦。そのほとんどを、新川、両院道、大連の最前線に置いた、運輸通信部で過ごし、 卓越した事務処理能力を発揮する。終戦後は、軍令部本庁の第1局、第2局で部員として、下積みを重ねる。大尉時代の大半を軍令部員として過ごした黒井は、少佐昇進の直前、明治30年8月に4年半ぶりの会場生活となる常備艦隊参謀に転出した。少佐時代の明治30年より32年までの2年弱、 海軍省で副官と大臣秘書官を兼ねた。黒井が仕えた海軍大臣は最後を継ぐ道と山本権兵衛である。ここでも事務方の中核として山本長期政権の序盤に関与した。中佐に昇進して半年後の明治33年1月イギリス駐在に任じられる。日露戦争に備えてイギリスには大量の戦艦、巡洋艦、駆逐艦を発注しており、 建造の進捗状況を確認し、開港可能となった官邸への開港委員会設置などの事務処理が必要となる。黒井は造船造兵監督官を兼任し、イギリス官邸の発注から開港までを取り仕切った。2年の任期を終えて帰国すると、5年ぶりの会場生活を笠木、敷島副長として過ごす。36年7月3日、黒井は 佐世保鎮守府参謀権暴露監督官副官に任じられた。7月22日、東京を立ち、佐世保に向かったが、翌23日、東京で留守を預かる家族に不幸があった。息子二人が青山墓地の井戸に転落し、死亡した事故である。警察は噂に乗じず、事故死として処理を済ませた。日露戦争開戦から数ヶ月後、 明治37年6月6日、仮想巡洋艦香港丸に乗り組みを命ぜられたが、6月23日、転じて海軍陸戦重砲隊指揮官に任ぜられ、翌24日大連に上陸する。銃砲隊の任務は、旅順要塞攻撃を行う陸軍第三軍に協力し、大口径の艦砲を持って要塞を呼び、旅順港内のロシア太平洋艦隊を砲撃することにあった。 その装備は最終的に15センチ砲、12センチ砲、12金砲等各種合わせて43門に及び、その戦果は旅順陥落の大きな要因となった。明治38年1月12日の人事異動で大佐に昇進、同時に旅順口工作省庁に就任した。ポーツマス工和後のロシアに公使官付部官として着任し、以後は、 海軍省からも軍令部からも遠ざけられる。明治41年、唯一の艦長職として、四季島艦長、半年後の明治42年に、少将昇進とともに、佐世保高省庁、明治45年に、舞鶴予備艦隊司令官、翌年は、召喚会議議員を半年務めて、練習艦隊司令官となる。この時の遠用公開は、 北米コースで太平洋戦争時に司令官級だった41機の指導を担当している。遠洋公開中の対象3年5月29日、同期の野間口、土地内と共に中将へ昇進する。これはシーメンス事件によって権威が失墜した海軍を立て直すべく、八代六郎中将が実行した人事刷新の一例である。長らく海軍時間を務めてきた。 宝部氷中将は、黒いら13期より2期後輩ながら、半年早く中将に昇進している。宝部には、事件の責任はないので、山本本兵衛や斎藤を稔のように、予備役編入するわけにもいかないが、かといって中央に残すわけにもいかない。そこで、出し抜かれた、黒い、野間口、土地内を昇進させ、 中将にふさわしいポストを与えることによって、宝部を無人所の名誉職に留めることにしたのである。こうして、黒井は、昇進を果たしたのだが、帰国後は、横須賀公省庁、大正四年魔皇陽光部司令官、大正五年領順陽光部司令官、大正七年第三艦隊司令長官と、重要ではあるが2009の職位に甘んじることになる。大正八年十二月一日、 黒井は、舞鶴鎮守府司令長官に任じられ、典型的な学院居コースに乗ってしまった。就任からわずか8ヶ月、翌大正9年8月16日、野間口、土地内と同時に、大正昇進するが、引き換えに、召喚会議議員に任じられ、脳裏と誉れ高かった、黒井の実質的キャリアは終わった。昇進後も、野間口は、教育本部長、 横須賀陳府司令長官として海軍の指導を続け、土地内は連合艦隊司令長官として実動部隊を指揮したことを見ると、黒井の礼遇ぶりは明らかである。大正10年12月に予備役編入、昭和11年5月に退役、昭和12年4月29日、昭和天皇の天朝節当日に70歳で没した。黒井の祖母重野は火事の合間に、 息子が出席している授業を軒下で筆記し、告示音章を残す。このシゲノの行為は、戦前の国定教科書に掲載された美談であった。黒井の老いに黒井明商社がいる。商社は飛行証拠となり、中意時代の演習中に遭難、捜索隊に発見されたが、登場機を守ることを優先し、救助を断るという責任感を示した。この時は、 無事に救助されたが、退医時代に殉職した。大名に、湯川玲子がいる。ありがとうございます。